渋みしてたから、認められたくない限界を見て見ぬふりする限界、それが背中を押して飛び出したんだ。心を落ち着かせて語りかけてみたのは、覚悟を決めた自分、どこへでも行けること、一人になるということ、自由になるということ、認められたくない不安を見て見ぬふりする強がり、それが背中を押して飛び出したんだ。そんなよくできた物語はない、書き分けて擦り切れて転んで